どうも。はい、今日はこちらですね、札幌一番味噌ラーメン。私もですね、ラーメン一筋40年やってきました。で、ラーメンのことに関してはね、まあちょっとうるさいんで、まあただ、今日はインスタントの札幌一番味噌ラーメンを使って世界で一番美味しい、100倍も1000倍にも美味しくなるというね、秘密の技を、皆さんに一回レクチャーしていこうかなと思います。こちらですね、まあ今日はフライパンでやっちゃいます。動画長くしてね、引っ張って視聴者騙すみたいな、そういうこと嫌なんで、もう簡単にテンポよくいきますよ。もうすごい簡単なんで、まずお水ですね。お水、これラーメン入れるで、このぐらい入れますね。で、お水を入れた後にこれ丸を入れます。で、丸、日本酒 100% でやっても美味しいんですけど、ちょっとね、日本酒 100% だとくどいんですよ。だから今の割合見て覚えてくださいね。はい、この結構豪勢使っちゃってるでしょ。はい、このぐらい入れます。そしたら、日本酒と水が入ったものをこのぐらい、今ぐらいの分量がね、ちょうどいいよ。うん、まあラーメン一筋長年ずっとやってきてますからね、まあ本当に 100% 日本酒でやるっていうと、ちょっと軽くくどいかなっていう味になるんですよね。だから割合的に今ぐらいにやると、本当に程よいまろやかな、水作り、だから水がやっぱり量で一番大事ですから、そこにこだわってやんないと、どこの水でもいいよなんつったら、それはまあ二流三流の味になっちゃいますからね。まあ、一流の味を作るんだったら、たとえインスタントであろうとも一流の味を出していくということね。はい、じゃあこれ沸騰するまで待ちますよ。野菜も入れます。これ白菜ですね。野菜の中で一番美味しいのは白菜ですね。はい。この野菜はあんまり、やっぱ白菜が一番ラーメンに合うんじゃないかなと。白菜とネギですね。で、白菜の場合はまあね、もうこの入れるタイミングっていうのはね、好み。これはね。だから白菜にシャキシャキ感出したいんだったら、もう正直、スッと20秒だけ熱湯でジャーン、チャーンってシャキシャキ感のもいいけど、まあ俺はこのぐらいのタイミングで普通に2、3分茹でるのがまあ個人的に好きなんでね。まあこのままどんどん沸騰するまで待っていくぞ。今日のね、やってることはね、簡単で美味しいってやつなんですよ。簡単だけど美味しいよ。ジャンって。お母さん食堂豚の生姜焼き。こうなってます。このまんまズドンですよ。簡単だけど美味しい。だから結構さ、もう何、もう煮詰めてやって、逆にまずくなる料理っていうのがすごく多くて、日本中で本当にシンプルで簡単で時間がかからないんだけど、味は最高のものを出すよっていうのが、まあ僕の、やってることなんで、まあこうやってやっていきます。このね、ちゃっちゃでできちゃうから、一手間で、まあ肉ラーメンみたいになってきてますね。これを沸騰するまで待ちましょう。もうちょいね、まだここが凍ってるからね。あ、もう溶けてきた。早いでしょ。やっぱり豚肉からすっげー出汁出るんですよ。しかも今のファミマで買った缶液のやつ、あれでももう調味料とかいろいろ、アミノ酸、グリタミン酸いろいろ入ってますから、これで味が本当にグーンと上がっていくね。美味しそうですね。どん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 煮込んでいってますよ。で、真ん中、これ温度が場所によって違うから、場所によって全体がもう沸騰しましたねと。で、このぐらい沸騰した。もう今の段階でめちゃめちゃ美味しい匂い出してるから。めちゃめちゃ美味しい匂いしてる。で、ドンと入れます。はい、ですね。はい、貧乏性出た。まあ、こんな感じで。まあ、2分38秒がおすすめですね。個人的には柔らかすぎず硬すぎず、麺を入れたから2分38秒の段階で火を止める、それがベストな高橋流の味ですね。これマジで世界で一番うまいから、今の段階でマジで匂いがめちゃめちゃいい匂いしてる。にしてもこっからちょっと話長くなってきますけどもね、もうね、最近ね、結構ダイレクトメッセージいただくんですよ。で、ちょっと返事はしてないんですけど、一応まあ芸能人というかアイドルというか、まあそういう立ち位置でやってるんでね、返事はしない、基本はね。すごい長文でメッセージいただいてて、内容が、まあ、私のチャンネル長く見てる人がね、もっと切れてくれって言うんですよね。で、何ですかって話なんですか、私から言うとね。2021年の高橋はこうだよっていう。だから、いつも俺が長年みんなに説教してるのが、人間は生物だぜって。だから、すごい日々ね、変化していく。だから、
切れてくれ切れてくれっていうね、わけのわかんないしょうもない言いがかりをつけてる頭の人間が本当に多くて、それを手紙で送ってくるんですよ、私にね。手紙というかツイッターのダイレクトメッセージなりメンションなり飛ばしてくるわけですよ。まあこれね、逆にそうやって言われると切れないみたいな、逆逆ですよ私はね、天の弱なんで。でまたさ、そのなんだろう、切れてくれ切れてくれっつってただで楽しもうっていう本当下世話なやからが増えててさ、困るんすよね。もうちょっともう作ってください話しながら。ただで切れてくれってお前、そんなただでお前楽しもうなんていう下世話だねって、あ下世話なネラーがさ、頭の悪いネラーが頼み事だけしてきて俺にあれやってくれこれやってくれって、お返しも何にもなしで、でお返しをするっていうね、ニンニク入れるぞ、うん、お返しをするっていう心がけのある狙いはねいいんだよ。ただで楽しもうっていう狙いがいてさ、狙っていうかもうインターネット見てるとかも日本中の国民全部よ、ああ何でもかんでもただで楽しもう、対抗はなしでテイクテイクテイクなんだよお前らは、わかる？ちょっと一般の視聴者の方ごめんなさいね、今特定の私にメールを送ってきた人に言い返してあげてますからね、そいつに言いたいんだけども、テイク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 なんだよ、バカかお前はって話、本当にテイクテイク、与えて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 ばっかりで、だからお前ダメなんだよ、あ？ギブアンドテイクよ世の中、それが普通、ギブアンドテイクでしょ。で自分の場合はギブギブギブってテイクいらないって、うん、相手から何かもらうとかこんなもんいらないよと、ネギ入れるよ、うん、だから出世したいとかさ、どうのこうのしたいっていうさ、まあなんか金が欲しいだ自分がどうだいろいろ言ってくる人いますけど、そういう人に教えたるわ俺が、うん、これ見て、これうまいね、あのね世の中ってね、だからね、そういうね、ギブギブギブじゃ全てうまくいかないですよって、あーテイクテイクテイクじゃね、うん、だから俺はね逆にしてる、もう与えるだけ、うん、中の人に何かを与えるだけ、テイクは求めてない一切、でも自然にギブ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 ってね、インターネットでもそう、どんな世界でもそう、与えて与えて与えて与え尽くして、それが中途半端じゃダメなのよ、うん、よくねそういう風に言うとね、やってるんだけど全然うまくいかない、物事はうまくいかない、うー高橋さんどうしていいみたいな言ってくるバカいるんだけど、超越しないと、出る杭はグーン出るって言うでしょ、与えて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 、さらに与えて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 与え込んで、俺ぐらい与えるとガーンって気がついたらもう札束よ、はぁ悪いけどこんな風な感じでちょっと貧乏感出しちゃったけど、いやらしくそんなに俺金持ってなくて庶民っぽいよみたいな、換気扇もねここに越してからもう7年間壊れたまま一切換気扇の直さないとか庶民はぶってるけど、普通に与えるだけ与えて与えて与えて、それを超越するぐらい与え続けた時、ふっと気がついたら山盛りさせたば、あだからテイクは求めてない一切 1% も、あ自然に金が入ってくるんだよな、うん、だからそういうことも俺は学んでほしいんだよ、だからそのね俺にメッセージいただいた人、高橋さんどうしたらいいって言ってくる人に言いたいんだけど、限界超えるまで与え続けろって人にね、そしたら知らない間に帰ってくる、で気がついたらあなたがあんだけ求めても手に入らなかった札束が、悪いけど、うん、悪いけど自分の場合だったらこんくらいある、うん、だいたいこんくらいで1億、うん、それがこんくらいあるわけ、わかる？ということでいつものやつやってみましょうか、せーの完成、適当に作ってみたけどさ、ちょっと食べてみるわ、どんな味がするか、成功か失敗か、いただきます。うお、うん、88点、うん、あこれ
うん、北海道で食べたラーメンと同じだ。北海道で超有名で北海道で一番うまいっていう店が食べたラーメンと同じ味だ。うわ、なにこれ、ニンニクがめっちゃいい。うん、めちゃくちゃうまい、めちゃくちゃうまい。ただ正直もう水と、もうあれだな、説明書に書いてあるふうに作った方が美味しいな。これはこれでうまいけど、やっぱり札幌一番味噌ラーメンなの、あれこれやると逆にまずくなっちゃう。うん、まあうまいよ、これもうまい、うまい、88点だ。ただ水だけだったら95点。うん、なんか札幌一番味噌ラーメンの味じゃないな。ただなんだろう、本当になんかラーメン屋さんっぽい味になったわ。うん、だからうまいよ、めちゃくちゃ美味しいけど、正直いいよ。あのさ、インスタント札幌一番味噌ラーメンの逆になんかちょっと安っぽい味、あれが好きって人もいるから、まあこれは賛否分かれるだろうな。ただめちゃめちゃうまいです。それではゆっくり食べていくよ。